はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、LINEPay がビザ、オリコ、LINEPay ビザクレジットカード発行で5位、ドコモの D 払いも提携ということで、今回はですね、本日開催されていました LINE のカンファレンスという大きなイベントが開催されていまして、僕もその中継を見ていたので、それについて一部抜粋してお伝えしていこうと思います。ということで、まずは見てほしいのがこちらなんですよね。今回の LINEPay が発行するビザプリペイドカードなんですけども、これはオリンピック限定スペシャルデザインとなっているので、まあ通常発行するものとは違うと思うんですけども、けどまあこれはこれでめちゃめちゃかっこいいですよね。そしたら早速概要なんですけども、まず、今回は国際カードブランドのビザということで、年会費がですね、初年度無料になってるんですけども、まあ次の年も年間1回以上のカードショッピングご利用で無料となってます。ただし、年間1回以上のショッピング利用がない場合は1250円税別ということになってるんですけども、これすごいですよね。初年度無料に加えて、1年に1回使えばまた無料になるので、所持はかなりしやすいのではないのかなとは思います。そして、ポイントの還元率は、初年度 3.0% となってるので、いやこれも常に 3% ってのはまた嬉しいですね。まあ主な特徴なんですけども3つありまして、お支払いと同時に LINE アカウントから決済通知を受け取ることができるということ、そして次に LINEPay に連携してスマートフォン決済にもご利用できるということ、そして3つ目はビザのタッチ決済機能が利用できるというふうになっております。そして先行予約開始時期に関しては2019年の8月の予定となってます。で、先行予約は LINEPay にて行う予定となってますので、もし使いたいという方がいらっしゃいましたら、先にもう LINEPay などの登録など、あと本人確認などしておくといいかもしれませんね。まあそれにしてもまあちょっと8月が待ち遠しくなりますね。ちなみに今回はビザ、オリコ、LINEPay が協業して行っているので、まあこれってすごいですよね。なおかつオリコが参入するということで、まあ僕の中ではまあ安心して使えるっていうイメージがありますね。まああと最後にお題にもあったんですけども、今回は LINEPay、メルペが協業することについては、少し前のニュースでも出てたんですけども、今回はその中にドコモの D 払いがなんと加わるんですよね。これってすごい驚きました。もう発表された時にこうサプライズ感みたいな感じで発表されてたんですけども、なので今後はその LINEPay やメルペ、ドコモの D 払いの QR コード決済が共通化するということになります。まあ5日だという具体的に返事は出てなかったんですけども、まあこれはこれですごい楽しみですね。ということで今回は LINEPay のビザクレジットカード、そしてドコモも LINEPay やメルペと協業するということをお伝えさせていただきました。いやこれほんとライブ配信でずっとこの LINE カンファレンスというイベントを見てたんですけども、他にもいろんな発表もあってずっとですねこうワクワクドキドキしていましたね。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひともよろしくお願いいたします。